1968年にチェコスロバキアを訪問したニコラエ、チャウシェスクルーマニア共産党書記長を出迎えるドゥプチェクドゥプチェクの母妃アレクサンデルドゥプチェクはチェコスロバキアの政治家、チェコスロバキア共産党第一書記を歴任し改革運動プラハの春を率いた。また、ビロード革命時の民主化の象徴の一人となった。ドゥプチェクをドゥプチェクと表記することもある。 西部スロバキアのトレンチン県バーノーツェナトベブラボウ軍ウフロベツ村生まれ。生後間もなく父親で大工のシュテファンは出稼ぎのため家族を連れて米国に渡り共産主義を知った。共産主義者となったシュテファンはルップチェクラ家族を米国に残して1925年に単身ソ連に渡りピシュペクに設けられたチェコ人を呼び スロバキア人労働者による社会主義体制構築支援チームインテルへルポに加わった。後に家族もシュテファンに合流してゴーリキー氏に移り住み1938年に帰国した。ルプチェックは翌1939年非合法化されたスロバキア共産党に入党しトレンチインケンプホーグンドゥブニザナトバーホム氏で機械組み立て校として勤めた。 第二次世界大戦直前、チェコスロバキアはナチスドイツにより解体された。大戦末期の1944年、ドプチェクはナチスに対するスロバキア民衆放棄に加わった。戦後、ソ連の占領下に置かれたチェコスロバキアは、1948年の政変を経て共産党の独裁政権となった。ドプチェクはトレンチンシア、 バンスカー・ビストリツァ氏の共産党機関に勤務した後、1955年から1958年まで、モスクワに留学して、政治学を学んだ。この間、ニキータ・タフルシチョフによる、ソ連共産党の政策転換を目の当たりとした。帰国後、1962年に、ブラチスラバ氏のスロバキア共産党西部、スロバキア県委員会第一初期、1963年に、 スロバキア共産党中央委員会第一初期に就任して、スロバキアの政治体制自由化を推し進めた。スロバキア語を創始した19世紀の言語学者、リュドビート・シュトゥールの生誕150年記念式典や、スロバキア国民放棄20周年記念式典など、スターリン主義政策をとっていた首都プラハのチェコスロバキア、共産党指導部が、 ウルジョア民族主義だとして厳しく抑圧していたスロバキア人の民族文化に関わる事業に積極的に取り組んだほか、スロバキア域内における出版の規制緩和も進め、チェコ人が情報を得るためにスロバキア語の出版物を手に入れようとするまでになった。1960年代、チェコスロバキアは西側諸国との経済格差拡大や中央集権主義による政治、 経済システムの硬直化、地方への負担増大に加え、ヒスターリン化による政策転換が国内社会の混乱に拍車をかけていた。1967年10月、ルプチェクラはチェコスロバキア共産党中央委員会でアントニーン・ノボトニー第一書記に対する批判を行った。四面素化となったノボトニーはソ連共産党の後ろ盾を求めて、 同年12月に、レオニード・ブレジニフをプラハに招いたが支持を取り付けることはできず、翌1968年1月の中央委員会総会で、ドゥプチェクが新たな第一初期に選出された。改革派と保守派の間の中間派と目されたドゥプチェクは、人間の顔をした社会主義を掲げたプラハの春と呼ばれる改革運動を実施した。 ノボトニーが兼務して個人への権力集中を図った、東大一初期職と共和国大統領職の分離を行ったのを皮切りに、これまで、プラハ指導部が言ってきた強権的な抑圧政策の廃止を進めた。ループチェックは自由化を進めることで、共産主義体制に対する民衆の支持を確保し、共産党指導体制を維持することを狙っていたが、自由化の推進は、民衆による、 さらなる自由化と民主化を求める圧力となり、ルプチェックの意図を超えて改革スピードの急進化を促した。一方、チェコスロバキア共産党の保守派や、ワルシャワ条約機構加盟各国指導部は、自由化阻止の圧力をドゥープチェックにかけたが、ドゥープチェックは改革の打ち切りを拒否した。このためソ連指導部は、チェコスロバキアの諸政策を止めさせるため、同年7月、 ソ連国境に近い東部スロバキア県ジエルナナトティゾー市で首脳会議を行った。会議でドップチェクはソ連のブレジネフ書記長に対し改革が国内問題であることを主張するとともに、チェコスロバキア共産党は1956年のハンガリー革命の失敗から重要な教訓を学んでおり、改革に取り組みつつも今後も共産党体制を堅持し、 ソ連の同盟国として中誠を誓うことには変わりないと述べて説得を試みたがブレジネフや各国指導者の疑念を解くことはできなかった。ワルシャワ条約機構軍は1968年8月20日夜から8月21日朝にかけてチェコスロバキアに侵攻した。条約機構軍はチェコスロバキア共産党中央委員会ビルを占拠して管理下に置き、 ドゥプチェクラ改革派の共産党幹部を逮捕して、ソ連軍の輸送機で、モスクワに連行した。条約機構軍に対し、チェコ人とスロバキア人は非暴力による抵抗を続けたが、モスクワに連行された。ドゥプチェクラは、最終的に圧力に屈し、ソ連の要求に応じることを余儀なくされた。ドゥプチェクと改革派幹部の身柄は8月27日、プラハに戻された。 ルプチェックは引き続き、第一初期の地位に止まることが認められたものの、改革政策は完全に頓挫した。翌1969年1月には、風邪とみられる症状を訴えて、ブラチスラバ市で予定していた演説を中止し入院した。市民の間では、モスクワに連行されていた間、ソ連指導部が暗殺を試みて、 ルプチェックの食事のスープにストロンチウムを混入したことによる放射線被爆ではないかという噂が広がった。1969年4月、スウェーデンの首都ストックホルムで開かれた世界アイスホッケー選手権でチェコスロバキア代表チームがソ連を破ったことを祝うために街に出たプラハ市民の一部が駐留を続けていたソ連軍部隊や市内のアエロフロート事務所を襲撃する事件が発生。 ドゥプチェクは事件の責任を取る形で第一書記を辞職した。同年、チェコスロバキア社会主義共和国の連邦制以降に伴って発足した連邦議会議長に選出された後、翌1970年までトルコ大使を務めた。これはドゥプチェクが西側に亡命することを期待した人事だったとの説もある。 1970年6月に大使を解任されて、共産党から除名。スロバキア国民議会及び、連邦議会の議員の職も失った。失脚後、ルプチェクはスロバキアに戻り、ブラチスラバシラチャガイク、クラスニャニー地区にあったスロバキア社会主義、共和国林業水資源管理省の機械校として1985年まで勤務した。長男パボルの改装によると、 数十人の秘密警察員が日夜監視し、趣味の魚釣りも禁止されていた。失脚後の父は家族に政治のことをほとんど語らなかったという。退職後の1988年、ボローニャ大学での名誉博士号授与のためにイタリアを訪問し、失脚後初めて自らの政治見解をイタリア共産党機関紙、ウニタで公表した。 1989年のビロード革命では、バーツラフ・ハベルの率いる市民フォーラムを支援し、大規模な民主化デモが展開されていた、プラハのバーツラフ広場に面したバルコニーに登場して、大きな歓声を受けた。これは、ビロード革命の成功とドゥープチェック自身の復権を後押しし、共産党体制が倒れた同年12月、連邦議会議長として政界に復帰。 1990年の民主化後最初の連邦議会選挙で当選した。1992年、スロバキア社会民主党党首に就任。チェコスロバキア連邦政会省を決定づけた、同年の総選挙でも再選を果たし、チェコスロバキア連邦議会議長に再任された。連邦政会省に向けた、チェコ、スロバキア両共和国政府による作業が大詰めを、迎えていた同年9月1日。 チェコフンポレツ市内の高速 D1 号線で発生した交通事故で重傷を負った。プラハシのナホモルツェ病院に搬送されて治療を受けたが回復せず、同年11月7日に死去。ブラチスラバシカルロバベスガイクのスラービチエ谷墓地に埋葬された。ありがとうございます。